原林、改訂版の序、新村いずる。旧版の原林は、昭和24年、1949年の早春に出たのであったが、幸いにして一般文化会ことに教育会や読書会に普及し歓迎されて、編調及び発行に従事協力し合った我々が、等しく喜んでやまなかったところであった。 しかし、出版以来、すでにいつしか8年の清掃を経て、その間、文化会における諸般の実質、並びに形式上の発展と改新、とりわけ、国語教育の方面の前進的、否、むしろ、躍進的とも称したい程度の革新により、原始の原林の漢字面において、根本的に改定を施さねばならなくなった。 これは学校教育者からの要望を主として、あちこち本辞典の利用者からの中言でもあったのである。したがって、この書をして時代遅れの恨み、なからしめるためには、できるだけ速やかに何を置いても漢字の字体を自用に改めねばならなくなった。まして、新語、新釈語、新外来語、新術語等々の増加に対しても、 自運に応ずる適当な処置を取る必要を痛感したと同時に旧版の文における不備や欠点などを補修していくべき義務もこの際果たすに努める時期が到来したことを省慮したのであったしかるに幸いにも旧版原林観光以来編集に終始一貫絶大な協力をされた溝沢八太夫をはじめ優秀な若い編集者が今日の改定のために 全国処方にとどまり、急に倍する努力を加え、よりよき辞書を世に送るために、多大の労苦を捧げられたることを、私は深く感銘する。さらにまた、この種時点の改定には、想像以上の歳月と、莫大な資金を要すべきこともちろんなるが、全国処方社長、田中秀吉氏の文化に対する熱意と友情のために、岡野清秀氏及び岡崎新一氏が、 なみなみならぬ助力を惜しまれなかった美教を聞き、密かにその欲産を他とした次第である。ことの葉の、林のこの間、緑して、桃ど鳥なく、春は気に蹴り。昭和32年、正月15日。